豊川インターチェンジは、愛知県豊川市朝丘町に所在する、東名高速道路のインターチェンジである。東名高速道路の管轄は東 IC を境に、東側がネクスコ中日本東京支社、西側が名古屋支社となっている。かつては、東側の三日日インターチェンジが、管轄境界となっていたが、2012年4月14日の新東名高速道路の開通を機に、 三日日インターチェンジ豊川インターチェンジの管轄が名古屋市社から東京市社へ移管された高速バス停留場の豊川バスストップを併設している豊川市だけでなく豊橋市、新城市、伊良湖など田原市、またラグーナテンボスや三河港などへの玄関口となっている大手運送会社の多くがこのインター近くに物流拠点を置いており 東京大阪間の路線運転手がここで交代することも多い。旅客案内上では、東名豊川と称する、豊川インターチェンジ料金所の西側に張り出して設置。横浜 BS、五典場 BS、沼津 BS や岡崎 BS と同様に、料金所出口を一旦出てから、バスストップにより、再び料金所入り口に入るという構造となっている。 東名ハイウェイバスの超特急、特急、急行便及び京阪神ヒル、特急静岡号、E ウィングが停車する。豊か鉄バス新豊か線、都市間高速バス京都保の国号、豊川市、コミュニティバス一宮線豊川駅前本宮の湯が停車する東名豊川バス停は、国道151号沿いに、豊川 BS に近接して設置。本説ではこちらについても取り扱う。 豊川駅前、豊橋駅前方面の路線バス乗り場は、豊川 BS と隣接し、徒歩1分以内で連絡できるが、本宮の湯、新城富永方面と、この国号京都方面のバス乗り場は、東名ハイウェイバス BS からだと国道の反対側である。また、京都府の国号の校舎バス停は、豊川 BS 南の県道東三河環状線上に設置される。なお、 新宿、豊橋エクスプレスホノ国号は、東名豊川、豊川バスストップには止まらず、新豊川線、市宮線で一つ西寄りの県道東三河、環状線上にある本、野原バス停に停車する。資金の BSIC 等音は BS、赤塚 PA 豊川インターチェンジ豊川 BS、豊川インターチェンジ豊橋本線料金所、豊橋北 BS 隣接するバス停、 ありがとうございます。